突然ですが皆さん、お箸はどんなのを使っていますか？こういった5セット100円のような安いやつも別にいいとは思うんですけれども、お箸って毎日1年365日一生使うものですよね。どうせならいいお箸を自分で作って大切に使ってみたいということで、今回の動画はお箸を自分で作ってみたという動画になります。でお箸というのも自分で一から全部作るのかなり大変なんですけれども、ネットで探していたらカラキの代金というところで、もうある程度お箸の形になったものが売っているとのことで、それを購入することにしました。ということで今回の動画はこちら、カラキの代金というところで購入したこのお箸作りのセットになります。今回購入したお箸、木材なんですけれども、まずこちらパープルハートという木材のようで、この紫色が非常に明るく、とてもいい色をしている木材が一つ、それとこちらジリコテというそうなのですが、この木材の模様がちょっと面白い形のお箸になっています。でそれからこちらがアフリカンブラックウッドということこと、アフリカンブラックウッドということで、もうこちらほぼ真っ黒のもので、特徴としてはこれかなり重たい木材になっています。重たいしすごく硬いです。で最後こちらが、青黒炭という値段だけがめちゃくちゃ高い木材になります。だいたい1膳で1膳でお値段2000円するぐらい、かなり高い木材です。ちょっと値段言うの忘れてましたが、ちょっとはっきり覚えてないですが、こちらのパープルハートが、1膳で400円ぐらい、こちらのジリコテも確か400円ぐらいだったと思います。でこちらのブラックウッドがだいたい、こちらのブラックウッドがだいたい1000円ぐらいで、青黒炭が2000円というかなり高いものになってます。でもまあこちらの青黒炭のお箸なんてもの、普通に買おうとしたら1万円以上するものなので、まあ自分で作ることでかなり安く抑えることができるんじゃないかなと思ってます。でこのお箸自体はもうかなりこのように最初からお箸の形にある程度なっていて、これを自分で好きなように形を削りながらお箸の形にするというものになります。ということで早速ですが、このジリコテ、こちらでお箸を作っていきたいと思います。はい、ということでもうすでに作ってしまっていたので、こちらをお見せします。こちらが、紙やすりで削って最後にオイルで整えたものになります。作る前と比較するともう明らかに色味が違いますね。触った感じもツルツルしてかなり触り心地も良くなっています。はい、さらにアフリカンブラックウッドの方もヤスリで削り整えました。こちらもかなりスベスベしていて触り心地がいいお箸になっております。で今回作る時にかなり迷ったのですが、もう形はオリジナリティは一切出さずに、もうそのままスベスベにヤスリで削った形になりますので、かなりちょっと太めのお箸になっています。太めだし重さもかなり重たいです。確か 50g ぐらいあります。で使いやすさはというと、もうちょっとお箸があまりにも太すぎて正直使いにくいです。どうせ作るならしっかりと先を細く削るなりの作業が必要だとは思いますが、今後も使っていくうちに、大切に削りながらきれいに整えたいと思ってますので、何十年と使っていくうちにきっといい発作になるんじゃないかと期待しております。それでは今回のお箸作りの動画は以上になります。